はい、それでは本日の文献紹介を始めます。今回紹介する文献は Fine Grained Contextual Predictions for Hard Sentiment Words というもので、ENLP 2014のものですね。まずヒッシャラの仮説として、高精度な感情解析をするためには、同じ語であっても語義によって感情の極性が異なる場合っていうのを正確に識別して、語義をちゃんと曖昧性を解消して正確に識別することが不可能であるということで、この文献の中ではその語義による感情極性の異なりと、あとその語義の曖昧性の解消のところを扱っています。大きく分けて3つの部分があって、1つ目はそのハードという1個の単語に対して、実際に解析を行ったという結果、そこから、辞書の語義を辞書のようなものを作ったという話と、2つ目がでそこからじゃあその語義曖昧性を解消するための特徴量というのを自動で学習するというところ、3つ目はその特徴量を使って、実際に語義曖昧性解消してみましたという3つのお話です。まずこの1つ目ハードという語に対しての解析です。対象としたデータは Amazon プロダクトリビューデータ、ここから無作為に5000文を取得してきまして、そのうち4600文に対してツールを使いながら人手で解析を行ったそうです。解析具体的に何かというと、その文脈の中でのハードの語義がどんなものか、でその極性はどうなっているかで、じゃあ実際にその文脈というのはどういうのになっているかというものを解析しています。で語義の基準ですが、これ1987年のコビルドというものをベースにしているそうです。解析の中でこの16個元のコビルドの中には語義があるんですが、それを感情解析に特化するために分割したり統合したりすることで最終的に15語になっています。この最終的に15語をつけた中で、200文に対して、2名のドクターの学生にこのどの語義かというのを文脈の中でアノテートしてもらった結果、だいたい 0.78 という、カッパ値、かなりの一致しているものが得られたということです。具体的にその15語がどうなっているか、その情報がどうなっているかというのがこちらになっています。最初にその語義の名前がついていて、でこのコビルドの中での語義の番号この中についています。この構文でどう使われているか、品詞のような情報が付けられていて、でどんな意味かで実際の例が入っていて、で特にこの、信頼度の高いパターン、このパターンだとこの語義だというものが入っていて、それぞれの語義の極性が入っていて、であとはその2000じゃなくて4600文の中とその200文のそれぞれのデータセットの中でどれぐらいの頻度出現したかという情報が入っています。でこの曲線のところを見ると、一般的なその1つの語に対して1個の曲線がついているような曲線辞書ですと、普通ハードっていうのはネガティブがついているのですけれども、この15語のうち7語はニュートラルな極性がついているということでした。頻度を見ると結局ネガティブが一番多いんですけれども、語義ごとに見るとニュートラルなものが結構含まれているので、こういったものが重要だということで、仮説が、正しいということが言えるという筆者らの主張です。でこの語義ごとの、極性がつけられたのはいいんですけれども、今度はその語義の曖昧性解消をしなければならないので、そのために使う特徴量というものを学習して、取得しています。具体的にはディープラーニングを用いています。で、ワードエンベディングスと、あとこの言語モデル、文脈を推定する、言語モデルを、学習します。文脈を推定するというのはどういうことかというと、入力された語に対してどんな文脈が来るかというのを、そういったものを推定するものです。つまりこの
コンテクストこの推定する文脈が先ほどの辞書の中の具体例のところになって、でどの具体例に一番近いかというのを推定することで語義の曖昧性解消が行えるということですね。で使ったモデルとしてはベクトライズドログバイリニアランゲージモデルというもので、それぞれまず C というのが W1 から N まで N5 のコンテクストで、 R というのが入力空間での単語の表現ですね。でそれをターゲットの対象とする空間の表現に変換する際にはこの DI という重みによる各ベクトルの線形結合で表されます。でこの重みは文中の位置だけに依存しています。でこうすることで文脈からその文脈の表現1個のベクトルで表現することができます。それに対してそもそもの対象とする空間でのワードエンベディングスとその文脈、先ほど計算した文脈の類似度、内積を取って、バイアスを足すことでその後と各文脈の類似度を計算することができます。この類似度を用いることで、分類問題というかどの文脈に最も近いかというものを、計算することができて、語義の曖昧性解消ができるということです。でこれはもちろんそのパラメータシータに依存していまして、このシータを学習するんですけれども、そのパラメータは全部で入力空間と対象空間、先ほどの、R でした、この R とこの Q の空間でのワードエンベディングスと、文中の位置による重みベクトル、先ほどの D の項ですね。それからこちら類似度を計算するときのバイアスになっています。これはイングリッシュウィキペディア中の品質語10万語を対象にして無作為に抽出された13億の7グラムを用いて4回学習を行ったそうです。こうして特徴量が得られたので、最後にこの特徴量を用いて実際に語義曖昧性解消を行うと、既存の組成と比べてどうかということを、実験しています。語義曖昧性解消には、リブリニア SVM を用いています。で3種類の組成の組み合わせを比較しています。1つが N グラムの組成、それからもう一つエンベディングス、これは提案書とは別のエンベディングスを使っているのと、先ほどの学習した特徴量、その3種類を用いています。使用したデータは同じハードという単語に対して先ほどの得た4600文脈、これをトレーニングデータとして4000文、デベロップメントデータとして600文分けています。それがこちら結果になっていまして、まずこちらの表ですね、それぞれこのプラスの字がついている組成の組み合わせに組み合わせとそれに対する各結果なんですけれども、まず各々の結果を見ると N グラムと提案手法である PCD がほぼ同じ精度が出ていまして、結局これ組み合わせると 94% とかなり高い精度での語義曖昧性の解消ができているということです。こちらがその各組成の組み合わせを比較した時の、有意というか、信頼度ですね、それぞれ、このダブルダガーが、1% 信ごめんなさい、シグニフィカンスですね、1% のシグニフィカンス、5%、10% それぞれなっていまして、でまず基本どの組成もベースライン、最も品質する語義を選ぶベースラインに対して、1% の信頼度で、優位であるということ
が見えます。それから各組み合わせ、すべての組成を組み合わせたときはこの5番 N グラムと PCD の組み合わせを除いて、まあ、優位に精度が向上しているということです。で次にこれ先ほど対象としたの4600文脈すべて人手でアノテートしたものなんですけれども、人手でアノテートするというのは、まあ当然コストがかかるということで先にクラスタリングをしてそのクラスターに対してアノテーションをして行うとどうだろうかということを行います。その結果がこちらの右側の表になっています。比較のために先ほどの表を今左に表示しているんですけれども、まあ、大きく精度は下がらないということが観測されました。でこのクラスターの重心そのものを先ほど の、その各語義に各語義の表現にすることができるんですね。先ほどです最初の段階ですと語義というのは、まあ、人でか何かでつけた名前がついてたんですけれども各語義の表現というのをこの各クラスターの重心として表現することができるという主張を筆者らはしていました。で、まあ、最後にこれ先ほどまでクローズドのデータに対するテストだったんですけれども最後に残った200分に対してオープンテストを行った結果です。それが右側ですね。左側はクローズドな場合先ほどの1と8と15のもので組成は一番高い結果を出している3つの組成の組み合わせすべて組み合わせたものだけを評価しています。これを見ていても、まあ、大きく、ごめんなさい、一番上はベースラインですね。で下2つがそれぞれ、全部のアノテーションすべての文脈にアノテーション人手でアノテーションしたものと、3番目がクラスターリングした結果に対するアノテーションしたものの結果です。でこれを見ると大きく精度が下がっていないことが分かります。また、まあ、2つ手法ともベースラインを上回っているということが確認できたというところで、まあ、筆者らの提案した手法といいますか組成特徴量というものは、まあ、既存のものだけと比べるとあまり精度は変わらないんですけれども組み合わせることによって精度が向上したという結果でした。以上で今回の文献紹介を終わりにします。ありがとうございました。